阪神急線系電車。阪神急線系電車。阪神急線系電車は、阪神電気鉄道が所有する優等列車用の通勤系電車である。1995年1月17日に発生した、阪神淡路大震災に伴う赤道車と呼ばれる急行系車両の廃車補充分として、1996年に30両が、 川崎重工業兵庫工場において製造された。先に普通系車両の震災配車補充用として、登場した5500系に続く、急行系車両発の VVVF インバータ制御車で、あるとともに、Z シルバーの愛称を持つ5201系試作車5201から5202以来30数年ぶりとなる、ステンレス車体の車両である。他の急行用車両とともに、 赤道車という位置づけだが、本系列は、近畿日本鉄道との相互直通運転に対応する車両であるため、阪神南馬線、近鉄南馬線、近鉄奈良線では普通、各駅停車都市も運用されている。本校では解説の便宜上、梅田、奈良法線当社の車両番号、会、フォーメーションイコール編成の略を、編成名として、記述、例。 9201以下6両編成イコール9201回する。ただし近鉄が制定している本系列の電算記号、各社の編成番号に相当は HQ である。兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災によって石屋川車庫と三陰留置線が被災、崩壊したことにより、留置されていた急行警車両のうち96両が被災し、 阪神本線三宮駅元町駅間を走行中に被災した2000系2201階を含めると102両もの急行系車両が被災した。これら多くの車両は復旧工事が施行されたが、車体や大枠の損傷がひどい車両を中心に、被災車両の1、3近くに及ぶ33両の廃車が発生した。また、 置き換えを予定していた5151型や5261系一時車を中心に被災した普通軽車両とは異なり、急行軽車両は当時最新鋭の8000系や更新直後の2000系の多くが被災したために、廃車予定の7802.7901系一時車をはじめ、一時車と同様に、西大阪線、現、 阪神南馬線運用中心の7801.7901、軽二次車や7861.7961、型といった車両を、再度6両編成に、蘇生の上、本線運用に充当せざるを得なくなった。6月26日に、阪神本線が全線復旧し、8月13日には、神戸高速鉄道東西線新海地駅。 高速長田駅間が復旧して震災前の運転区間である梅田駅西洋電気鉄道本線スマウラ公園駅間の全区間での運転を再した。この頃までにはほとんどの被災車両が復旧していたが廃車による車両不足は免れず朝ラッシュ時の区間特急を厳便するなどして対応していた。全線復旧後、1996年3月までに 崩壊した石屋川車庫と三影流地線を復旧させて、震災前の水準に完全復旧させることとし、車両面においても減少分を補充する新車が製造されることとなって、普通系車両の代替新車として、震災前から製造が計画されていた5500系が前倒しで投入された。急行系車両については、八千系のうち被災車両の編成組み替え後も六両編成を、 蘇生できない編成につては補充用として、阪神系列の向川車両工業で8000系を3両、新造して対応したが、それでも震災前に比べると6両編成5本、イコール30両が不足することになった。このため急行系車両についても、代替新車を製造することになったが、その際、 向川車両工業では5500系と8000系の新造に加えて一挙に30両もの車両を短期間に製造することができないことか、川崎重工業兵庫工場に発注することとなった。同社への発注は1965年の7801.7901系一時社以来30年ぶりであった。当時の川崎重工業兵庫工場において、 半年足らずの期間で30両もの車両を新造できる余裕があったのはステンレス車体の製造ラインであったことから後期を短縮するために JR 東日本209系電車や東京都交通局6300系電車などと同構造の2シート後方軽量ステンレス車体を採用した。なお、震災で被災した車両の多くは1994年度末。 1995年3月31日までに廃車されたが、2000系2201回をはじめ2000.8000系十数量の廃車は、被災車両のほとんどが復旧した同年7月6日であった。このことから、阪神が多くの被災車両をできるだけ可能な限り早く復旧させようとした様子が伺える。本系列は、 ステンレス車体で製造されたが、内外装のほとんどが先に登場した8000系、タイプ4や5500系をベースとしており、従来から在籍している、車両仕様を継承している。編成は、8000系と同様に9201系、制御車 TC から9001系、電動車 M1 から9101系、電動車 M2 の3両ユニットを、 背中合わせに二組連結した6両固定編成で、奇数の車両番号が大阪型、偶数番号が神戸型に蘇生されるという構成も変化はない。車体は、記述の通り、ジェットシルバーの愛称を持つ5201系5201から5202以来のステンレス車体である。ただし、窓配置は8000系、タイプ4や5500系と同様に、先頭車、 D1D3D3D2、中間車 2D3D3D2、D、客用扉、D、乗務員扉で、客室側窓はまばしらを細くして、レンマド風に、ブラック仕上げとしている。また、外板は、無塗装で、爪板は、ビードあり、側板は、ビードなしのベルトグラインド仕上げとして、汚れを付着しにくくするとともに、ステンレス特有のギラつきを抑え、 アクセントとして用部に、上部、オータムレッド下部、オフィスグレーの帯を入れている。一方で、先頭車の全面デザインは、8000系や5500系をベースとしているが、窓ガラス指示を、接着工法により、フラッシュサーフェス、平滑とし、ブラック部分を下部まで延長することで精悍なイメージを出している。前面は、構え体の加工に配慮した炭素構成となっており、 多系列同様裾部に R を持たせ、ストレートな側面やつま面の裾部と異なることから、多系列との異常の違和感はあまりない。連結機は8000系と同様に、ユニット端の両先頭車前面にバンドン式密着連結機を9101系、奇数車の神戸型、偶数車の大阪型には、周りコ式密着連結機をその他は、 半永久連結機を装備するほか、9101系、奇数車の神戸型、偶数車の大阪型には、工場入場時の構内入れ替えに考慮して、簡易運転台を取り付けている。屋根部は、5500系と同様にステンレス製だが、長手方向に付けられたビードの間隔は5500系より細かくなっている。屋根上は、これも5500系と同様にセミ集中式の、 冷房装置である CU-703 を2機の下、ほか、パンタグラフは9101型に下枠交差式を1機、搭載している。ただし、搭載位置は8000系と異なり奇数、偶数者とも、大阪方となっているほか、9001系の大阪方にもパンタグラフ台を設けている。内装は、座席が8000系8233回以降と、同様のバケット式、 ロングシートを採用するが、モケットの赤みを強くしている。なお、現在は9300系や8000系の座席更新車と同様に茶色を基調としたモケに変更されている。ただし、優先座席は灰色である。床材も8000系と同様に着座時のフットラインを表示したデザインとされたが、グレーの濃淡となった。シートの袖仕切り形状も8000系。 タイプ4と同じ形状の仕切りと、その延長状のスタンションポールであるが、上部は荷物棚まで延長された。車内案内表示装置は、5500系で採用した路線マップ併用 LED 式車内案内表示装置を千鳥配置で設置された。車両間の貫通扉は、それまでの 700mm 幅から 820mm 幅に拡大されている。その他、 運転台は5500系と同様に、デスクタイプで、前後動作式、水平回転軸の主観制御機と、左右回転動作式、延直回転軸のブレーキ設定機から構成されるに、ハンドル式が採用された。台車や、電装品などの走行装置について、台車は5500系と同じボルスタレス台車であるが、高速運転に対応して溶断パ取り付け対応の、 SS-144A、電動車用 SS-044A、制御車用となっている。主電動機は1時間定格出力 130kW の東洋電気製造製 TDK-6146A を搭載している。制御装置は三菱電機製の g t テを、サイリスト素子方式 VVVF インバータ制御装置である。 マップ -118 から 15V59 を9101型に乗しているが、同じ制御装置を搭載している5500系とは、異なりソフトを高速運転よりに変更していることから、形式末尾が変更されている。また、補助電源装置である、静止系インバータは、東芝製の1 4十九場の IMV094LO を電動空気圧縮機は、 C-2000ML をそれぞれ9001型に搭載している。本系列は1995年11月1日に運行を開始した5500系に続いて、1996年2月から3月にかけて一挙に6両編成5本30両が、竣行して順次試運転を開始、同年3月7日には復旧した石屋川車庫で9201回を使い、 して、お披露目が行われ、阪神本線が完全復旧した同年3月20日のダイヤ改正で営業運転を開始した。9203回のうち、9203を中心に装備品の長期試験が行われた。まず、9203の先頭寄り台車に溶断波を取り付けて溶断波のない台車との長期比較試験を実施した。さらに、 9203と9003の連結部に、阪神で初の乗客転落防止用外ホロを試験的に設置し、長期試験を実施した。この外ホロは後に0戦経全車に設置されている、口術。阪神の震災復興のシンボルとして登場した本系列は、特急から準急まで、阪神本線神戸高速鉄道東西線。 山陽電鉄本線で急行系車両を使用する列車において幅広い運用を開始した。1998年2月15日のダイヤ改正で直通特急の運転が開始されると本系列も8000系と同様に山陽電鉄全線への直通対応改造が施行された。直通特急の運行開始後、千二百三に長期試験で装着されていた陽断は 直通先の山陽電鉄の都合で検査時に取り外された。一方、転落防止用外ホロについては、長期試験の結果が良好であった子から、他系列についても設置されるようになり、本系列では2006年8月に9201回で本格的に設置され、その後、編成中試験装備の一箇所のみという変則的な設置であった9203回も全車間に設置され、 試験部分も交換された。本系列は震災復旧用として急遽製造されたので一時限りでの心臓に終わったが、手電動機や台車などは2001年3月に導入された9300系に継承された。また、本系列以降に増備された5500系と9300系は、5500系の一部を除き、向川車両工業で製造されたこともあり、 再び構成車体となったが、2006年に製造が開始された線形では、ステンレス帯が採用されている。2014年には、山陽列車姫路方1号車3側に、上り大塩駅ではこの扉は開きませんのステッカーが貼られた。2009年3月20日に開始した、近鉄奈良線との直通運転には本系列と線、系が充当されている。 阪神ナンバー線や近鉄線内で重量編成での運転を実施することから、線形二両編成との並結に対応するため、大阪型先頭車に貫通ホロを取り付ける工事や近鉄型、ATS 設置、パターン式新型、運転を近鉄シリーズ21に合わせて、マスコンブレーキをバーハンドル式への交換など、線形に合わせた改造やリニューアル工事が施行された。 この改造に先立って、バンドン式密着連結機から回り古式、密着連結機への換装が完了した。引き続いて9201回を皮切りに、近鉄乗り入れ対応の改造を実施、2008年4月初頭に9201から9001から9101の大阪型産両が出場して、試運転を実施、順日を経ずしてからから の神戸型三両も竣工したことから、4月下旬により、営業運転を開始した。外観上の変化は、従来の赤帯に代わって線形で採用された、ビバーチェオレンジ帯が採用されたほか、前面の配色が変更され、線形に類似した前面のブラックフェイス化と、全消灯部分及び裾部へのオレンジ色の色入れが、行われた。合わせて、線形二両編成と並結する。 川の9201系奇数車、梅田、奈良方は、ホロワクの取り付けと、貫通扉の拡大と、全面窓の寸法の変更が行わ、これに合わせて梅田、近鉄奈良方先頭車は、全消灯部分の塗装面積が拡大された。また、運転台と客室の仕切り扉も線形、同様引き戸に変更された。増解決を行わない9201系偶数車。 元町、採用姫樹法においては、運転台と客室の仕切り扉の形態はそのままだが、全面窓寸法は変更されている。貫通ホロの取り付けに関連して、9201の灰、正規、スカートは線形の二両編成との並結に備えて、電気連結器が装備された関係で、線形の1 2 0 1系、1 5 0 1系、1 6 0 1型と同様に、 スカートの中央部分が大きく書き取られたものに乾燥された。また、前面及び側面の種別、行き先表示器は線形と同一のフルカー LED 式に変更された。内装では近鉄型 ATS をはじめとした保安機器を増設したため、運転台直後の座席を1名分撤去して、そこに関連機器を増設したほか、客用扉上の路線マップ併用 LED 式車内、 案内表示装置を運転区間の拡大に伴って路線マップを撤去し LED スクロール表示のみとした。運転台も線形に合わせた仕様変更が行われ、ブレーキ設定器が前後動作式のものに換装されている。運転士、車掌官の合図用の電霊は近鉄で使用されている電霊である、タンダベル、阪神は連打、ベも設置され、阪神難波線における 桜川駅で両社の乗務員が交代するときに、それぞれが使用している電令に切り替えている。ただし快速急行の連結された部分における、先頭車では、近鉄線内、阪神線内にかかわらず、レンダーベルの音が聞こえる。その後、2008年5月中旬に9201回は、訓練用として近鉄へ陸送され、同年5月20日に試運転を開始した線経営 編成に続き、同年6月5日から試運転が開始された。改造工事も2編成目となる9203回が7月に、竣工し、その後も9205回、9207回、9209回の順で順次施行された。2009年1月には、新線区間での試運転が開始されたことから、それまで、 近鉄線内で試運転を続けていた9201回も、同年1月11日深夜から1月12日未明に、かけて、新線区間を経由して、阪神側に復帰した。復帰の際に、初の重量編成、天ヶ崎方1の6号車が等編成で、近鉄奈良法7の10号車には当時、阪神難波線、西球場近鉄難波間開通アートライナーだった。 千景千五百四回千五百三回と並結で回送をれた。2017年4月1日現在、6両編成5本30両が在籍している。2016年には九千二百三回の終電装置が検査時にシングルアーム式に交換され、2月29日に営業運転に復帰した。また、九千二百五回、九千二百一回、 9209回でも同年に乾燥されている。近鉄奈良線は、阪神との相互直通に加え、大和最大寺駅近鉄奈良駅間は、京都市営地下鉄カラスマ線との相互直通運転区間にもなっているため、同区間ではカラスマ線の車両と並ぶ光景が見られ、また、生駒駅では近鉄京阪奈線で運用される。 大阪メトロ中央線の車両と並ぶ光景が見られる。また線形とともに、近鉄なら線内で完結する運用もあり、近鉄最大受験尺に入庫、停泊する運用も存在する。また、直中特急運用で、稀に、採用列車側で停泊する場合もある。運用は、基本的に線形と共通運用だが本系列には、増結編成が存在しないため、 近鉄奈良線、阪神、南波線の重量編成では、必ず近鉄奈良より2000系の2両編成を連結して運行する。9207回は、2009年7月14日から約1年間、神戸 PR トレインとして運用されていた。車体には、見る、行こう、楽しむをテーマに、神戸市の有名観光名所をあしらったラッピングが施されてた。 9203回は2012年1月21日に平野清盛ラッピングトレインとして運用を開始した。9201回は2014年3月中旬により阪神電鉄の2014年現在のキャッチフレーズである大切がぎゅっと阪神電車のラッピングとして運用されていた。9203回は2015年3月16日より 阪神タイガースの球団創設80周年を記念し、タイガースの選手などを側面にラッピングしたイエローマジックトレインとして運用されていただが、同年12月にラッピングフィルムが剥がされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。